こんにちは、葵です。最近すごい寒くなってきたので、今回は小学校の味噌ラーメンのレシピをご紹介します。家にある調味料だけでとっても簡単に作れます。まず野菜を切っていきます。人参は細切りにしていきましょう。この輪切りの人参を細切りにするの結構難しいんだけど2センチくらいのざく切りにしていきます。縦2センチ幅に切って、横も2センチ幅くらいに切っていきます。ニラは3センチ幅くらいに切っていきましょう。長ネギは半月切りです。真ん中に1本切り込みを入れて、この後ろは根元は残した状態で切っていきます。フライパンにごま油とニンニクチューブを加えて弱火で温めます。油が温まったら、ここに長ネギとそれから豚ひき肉加えていきます。あとここにお味噌です。お味噌加えたら、ひき肉に火が通るまで炒めて、まずこの肉味噌を作っていきます。今回の一番のポイントになる味噌なんですけれども、まあ、本来は赤味噌で作ったりするんですが、本当にお家にある一般的なお味噌を使っていただいて大丈夫です。今回私も赤味噌使ってません。お味噌汁普通にね、お家で作る用のお味噌を使ってます。うん、お味噌のいい香りがしてきました。お肉に火が通ったら、ここに野菜加えていきます。人参、それからキャベツ、ニラ、それからもやし加えていきます。もやしはもう切らずにこのまま入れていきます。すべての野菜炒めていきましょう。本来はこの肉味噌だけでスープ作って、野菜は野菜で別鍋で炒めるっていうやり方をすることが多いんですけど、いろいろね、鍋使うと結構面倒じゃないですか洗うのも大変だし、だから今回はこの肉味噌と野菜をもう全部ね、一緒に炒めていっちゃいます。野菜は中火にして3分ほど炒めていきましょう。そしたらここにお水とそれから鶏ガラスープの素を加えていきます。鶏ガラスープの素も本当に一般的なこの丸鶏ガラスープ、味の素のこれを使ってます。給食って結構特別な調味料っていうのか、なんかその大量調理でしか仕入れられないものも使ったりするんですけど、そういうのを用意するのはご家庭では結構難しいので、本当にね、家にある調味料だけで作れるようになってます。沸騰したらこのまま弱火で5分ほど煮ていきましょう。5分経ったら、ここにお醤油とそれからお砂糖、最後味噌ラーメンといえばホールコーンですを加えていきましょう。あとは最終加熱、今入れた調味料が馴染むまでさらに弱火で3分ほど煮ていきます。煮ている段階で蒸発してしまった水分は少し足してくださいね。そうしないと味が濃くなってしまいますので、見ながら調整していきます。火を止めて、これで味噌ラーメンのスープ完成です。それでは麺を茹でていきましょう。麺は茹でる前にぬるま湯の流水でほぐします。
3回ぐらいお水を変えて、この時に冷たいお水で洗ってしまうと麺が固まってしまうので必ずぬるま湯で洗います。ラーメンの麺は食塩が含まれていますので、このまま茹でると味が結構濃くなります。大人の場合はそれでもいいんですが、お子様の場合は茹でる前にしっかりとその食塩を洗い流していきましょう。ちなみに保育園の場合は茹でた後に洗ってます。その理由は保育園の場合はね、もっと冷めた状態で提供するので、冷ます意味も兼ねて茹でた後に流水にさらします。もう少し大きいお子様の場合は茹でる前に洗って、茹でた後は洗わずに温かい麺のまま出してあげてください。熱湯で麺を茹でていきます。麺は袋の表示通りの分数で茹でていきましょう。結構ね、吹きこぼれちゃうんで気をつけて、ブクブクってなる前に火を弱めて茹でていきます。あとはこのままザルにあけましょう。ザルにあけた後は流水にさらしたりしなくて大丈夫です。これで味噌ラーメン完成です。あとは盛り付けていきましょう。はい、給食給食嬉しいな、何でも食べましょよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。いただきます。このアルマイトの食器ってすっごい熱くなるんですよ。だから盛り付けシーンの時は熱くてしょうがなかった。いただきます。言葉遣い、いつも美味しいっていうようにしてるんだけど、ちょっと本音が心の底から出てしまった。こりゃ美味しい。あ、ちなみに麺のこと言ってなかったんですけど、私がおすすめの麺は菊水のラーメンなので、作る時もしね、菊水のラーメンって言ったらそれ使ってください。本当はこのね、食べるシーンもうちょっと短くした方がねいいなと思ってるんだけど、ついちょっと食べるの我慢できなくて長くなってしまう。本当に家にある調味料だけでとっても簡単にあったかい味噌ラーメン作れますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も見てくれてありがとうございました。